日本国神奈川県横浜市中区末広町。末広町は神奈川県横浜市中区の地名。住居表示は未実施で1から3丁目のあざ町目が設けられている。市内には鶴見区にも同名の末広町がある。中区の北西部伊勢崎モール沿いの伊勢崎町と国道16号に沿った羽衣町に挟まれた強小な町域を持ち。 管内に近い東側から順に1から3丁目が設けられている。1丁目の東端は、堀割構造の首都高速横羽線を挟み港町4丁目。3丁目の西端は長者町と接する。浜っ子通りの両側に飲食店がの木を連ね、2丁目には有林道、別館、3丁目にはパセラリゾーツがある。鉄道の駅では JR 根岸線の管内駅、 横浜市営地下鉄ブルーライン、関内駅、伊勢崎長者町駅が最寄りとなる。私立小中学校に通う場合、全域が横浜市立本町小学校及び横浜市立横浜吉田中学校の学区となる。江戸時代に吉田神殿として開拓された土地の一部である。1928年、町会町名整理事業に伴い姿見町。 羽衣町の各一部と若竹町から新設された。この時、姿見町と若竹町の町名は廃止された。末広町の町名は、縁起を担いだ随称地名である。1967年には、伊勢崎町、羽衣町との間で町境の変更が行われた。2020年5月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 イコール居住人口がごく少数であり、個人情報保護の点から、秘匿扱いとなっている。ありがとうございます。